宇津江四十八滝は高山市国府町の渓流沿いに点在する滝の総称で、大小13の滝が連なり、四季折々の景観を楽しめます。観光シーズンの幕開けを告げるこの時期恒例の滝開きは、去年と同様、新型コロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小し、上流にある高さおよそ3メートルの平滝の前で、関係者ら8人が今シーズンの安全と新型コロナの早期収束を祈願しました。宇津江四十八滝は散策路の入り口から13ある滝の上まで1時間ほどで散策でき、これからの季節は新緑の滝巡りのほか、クリンソウやササユリなど季節の花々が楽しめるということです。